辺境の向こうにある別世界、想像力そして運命に支配された場所。そこでは2つの力の争いが続いている。善と悪、勇者と悪者、永遠に続く残酷な因縁の輪。世界を生んだワクワクする心は凶悪で予測不能な神のものだが、運命を決定づけ物語を紡ぎ出す力はただ一人の手に委ねられる。それがフェイトメーカー。そう、貴様だ。驚いたか？責任重大だ。正直ビビってギブアップしたとしても責めはしない。しかし貴様がフェイトメーカーとして力を示そうというのなら、全ての勇者に送る言葉を貴様にも送ろう。愚かに戦い、愚かに倒れるがいい。ねえ、はあ、クリスタルヒット、剣でアンデッドをなぎ倒した。こっちもだ。よし、ね、俺の剣さば聞いたか？来てたよな。待ってろよ、ドラゴンロード。手遅れだ。貴様のパーティーに勝ち目はない。我はすでに、早かったな。俺たちは勇者だからな。俺の名はバレンタイン、恋大きい冒険家だ。このヤバいやつはフレッテで、そいつは新米勇者よ。冒険を始めたて。おい、まだフィギュアも塗っていないのか。はいはい、あんたにソウルエネルギーを奪わせないよ。バカめ、ソウルエネルギーなどとうに吸い切った。あれは無敵なのだ。うわ、マジか。悪い、新米全部取られちまったわ。城は燃えまくり、赤子は泣き叫ぶ、ギャン泣きで、この世の全てが我が軍門に下るのだ。どうする、分が悪そうだぞ。攻撃する、全員で。情けない、特に新米、貴様だ。勇者の質も落ちたものだ。もういい、消えろ。勇者たちが絶望しそうになったその時、聞こえてきたのは稲鳴きでした。稲鳴き、そう、それからキラッキラの虹の音ね。シャンシャラシャラリーンって感じ。現れたのはチープスタリオン女王、世界で一番美しくパーフェクトな統治者です。またそんなゲームだっけ。そう、これこそバンカー&バトラスだよ、ベイベー。そしてこの私、タイニーティナがバンカーマスター。私がルールよ。ダイヤモンドでできた魔法のバイニコーン、チープスタリオンが世界を救います。はぁ、あ、俺たちが救うんじゃないのか。まあ待ちなって、バレンタイン、物語はこっからよ。じゃ、おしゃべり終わり、ドラゴンロードに注目。チープスタリオン女王、貴様が世界で最も美しく完璧な統治者でも、今回は我の勝ちだ。しかし、チープスタリオンは世界一クールな剣を構えました。その名もソードばかりなのに。そんな、嘘だ。おのれバレンタイン、おのれフレッテ、そして誰よりおのれこの新米め。名前は全く知らんがな、あれは必ず戻る、この世界から勇者を消し去るために。こうしてドラゴンロードは倒されました。とりあえずはね。爆発的なイントロはここまで。ロールプレイを始める用意はいい？ああ、やろうぜ。
うちの船は急に飛び出してきた山のせいでぶっ壊れたしな。あんたが突っ込んだの。バンカー&バトアスは大好き。レベル40のキャラなら持ってるけど。ダメ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 、今回は新キャラを作んの。新米ちゃんは初めてだし、絶対忘れられない冒険にしてあげなきゃね。用意はいいか新米。それじゃあキャラクターシートを記入した。これこそ勇者にふさわしい姿だ。うん、俺は何でも似合ってしまうな。ははこれこそ勇者にふさわしい姿だ。素晴らしいぞ。我ながら見事な勇者っぷりだ。はは正義はいつでも流行の最先端だ。これこそ勇者にふさわしい姿だ。
そこまで。あー、バレンタイン？それキャラクターシートに自分の顔を描いただけだね。心にある勇者像を描くんだろう。ならこれしかない。あ、そう。そんでフレッテ、初期装備の剣が必殺1000ダメージ出すとか書いてるけど。ごめん、ゼロ一つ忘れた。予定変更。もうフレッテとバレンタインに鉛筆とダイスは持たせらんない。というわけで姉妹ちゃん、あんたがフェイトメーカーよ。そんでこのふざけた人たちはあんたのアドバイザーって感じで。まあいっか。でも絶対強くなってよね。悪党を借りまくって金儲けしまくるの。分かってる。手本にしたいんだろ。俺の言う通りにすりゃ立派なフェイトメーカーになれるぜ。そうそう、最後に一つ、バンカー&バトアスはロールプレイングゲームだから、ずっとキャラになりきって喋ってね。オッケー。では張り切って一言どうぞ。俺は輝かしい栄光を約束された者。この地は我が伝説の始まりに過ぎない。うんうん、なかなか味わい深いね。それではファンタジーの世界へ出発。何も見えないぞ。バカなの？自分で想像して。目を閉じて、ワクワクに身を任せて。ここはスノアリングバレー。女王の国でもあまり目立たず平和な場所。ところがそこに邪悪な秘密が隠されているのです。あなたは女王の呼び声に導かれてここまで旅してきました。女王の呼び声？俺たちが必要なんだな。女王はドラゴンロードが再び目覚めることを恐れています。奴の墓を見つけ復活を阻止しましょう。要するにぶっ飛ばしていいってことね。これライフとかマップとか書いてある設定シートね。女王の道しるべを見つけました。どうやらあなたを呼んでいるようです。石から流れ込む女王の魔法であなたはオーラの力を身につけました。パパパパーン。魔法の視力と聴力を授かったのです。キープスタリオン女王、クエストを導いてくれるのか。その通り。ぼんやり光る蹄の跡が森の中へと続いています。倒木が道を塞いでいます。どうしますか？もち、品種判別の魔法を使う。この木はジャンプのチュートリアルス。不思議なことにこの谷にしか生えません。鋭い鋼のきらめきがあなたを呼んでいます。ホットな木こり女子が切り株に斧を置いていたのです。まるで俺のために用意されていたかのようだ。斧は好き。ぶった切るのにも叩き切るのにも細切れにするのにも使える。スズメの跡は洞窟へと続いていますが、頭上にはグツグツ岩が張り出しています。真のフェイトメーカーは背筋をビッと伸ばすときとしゃがむときを心得てる。お尻の筋肉を使ってダッシュしてからしゃがむとアクションヒーローみたいにかっこよくスライディングできるよ。道しるべがあなたを導いていますが、行く手には危険な敵の群れが。そう、神です。やった、戦闘片付けよう。ああ、こいつはチョキチョキしてくるぞ。光の力だ。上に登って蹄の跡を追おう。
輝かしき時代の名残。そうです、この私があなたたちと同じような一階のプレイヤーだった頃からワンダーランズを統治してきた女王はあなたが現れるのを予知し強力な武器を残していたのです。フェイトメーカーの武器を。回収です。理想的とは言えないが、勇者はどんな武器でも栄光を勝ち取ることができる。またファンタジーに銃だって？だってティーナが作った世界だからね。突然神殿の床がせり上がります。ここから洞窟の豊満な谷間の底に趣のある小さな村があるのが見えます。しかしその先には古くて暗いお城がそびえているのでした。ズズンと。間違いない、忌まわしきドラゴンロードにぴったりの暗き遺跡だ。闇の主君のもとへは行かせんぞ。スケリーモン襲来。さあぶち割りまくろっか。決算のみ。頭をマグカップに出しまし。まずいぞ、行かれてしまう。急がなければ。はいはい、そういうのいいから。それより塔の上には宝箱がある。戦利品ゲットよ。我はリブラ、ドラゴンロード様の忠実なるしもべ。我が主の墓を教えねばスケルトンにしてくれるぞ。そんなの知らないわ。女王のダイヤの尾っぽに誓って。嘘をつけ。貴様はスケルトン決定だ。行け、不死の軍団よ。我らが主君を探すのだ。土砂崩れのせいで村に入れません。もうダメだ、完全に積んだ。ああ、はいはい。ティーナ、岩を爆破できる？ごめん、それは無理。爆薬なしじゃね。やったぜ、こうなるって信じてた。この先からゴーゴーという激しい炎と骨がカタカタ鳴る音が聞こえてきます。おい、助けに来たぞ。村はすでに荒らされ、スケリーマンの巣窟になっていました。よくも村を許さんぞ。おい、死んでなんていいだろ。二度と現れるな。
りしろ、カリフェックス。私は二重の次元を見てきた偉大な魔法使いではないか。ウィブルサーンの風に吹かれて木の葉のように舞ったこともあれば、ハルグレンズパスではあの追放の言葉を口にした。名もなき村で隠居していてもまだ魔法は使えるはずだ。この氷の魔法さえ再び習得できればきっと以前の力を取り戻せる。村人を一人だけ見つけました。今にも死にそう。貧乏そうだ。助ける？ラッキーいただき！死が重くのしかかる。
貧乏人なのに助けてくれてありがとう。お礼はどうすればいいの？勇者の役目を果たせれば満足だ。俺にはドラゴンロードを倒す使命がある。あなた、フェイトメーカー？女王が勇者を使わしてくれたのね。ドラゴンロードの墓はハローファスト城の地下墓地よ。奴の手下より先に見つけて。奴の墓は地下墓地の中か？隠すにはぴったりの場所だな。偉大なるクエストに女王のご加護がありますように。うん、貧乏人の薄い尻が痛いわ。ハローファスト城の遺跡は落ち方にあり。ファンタジーの世界的にあっちだよって意味ね。ドラゴンロード様の気配を感じるぞ。墓はこの遺跡の下だな。探せスケルトンたちよ。ちょっと待って、ドラゴンロードはもう倒したけど。それは大昔の話。ネクロマンサーだから実際殺せないんだよね。女王はドラゴンロードを数百年の間神臭い墓に封印してたってわけ。そりゃめちゃくちゃ怒ってそうだな。この世界はお前のものではない。お前も俺たち仲間になれ。死ぬほど戦いたいって。崩れかけた古城ハローファスト城を歩く者はいません。少なくとも生きた人間はいるのはスケルトンだ。そういうこと分かってんじゃん。いくつか持ってたら戦いながら何度でも切り替えられるよ。超便利。なあティナ、この後なんだけどさ、俺がバンカーマスターをやってもいいか。シナリオを書いたんだ。オークが出てきてキスシーンもある。あ、いや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 、ない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 。
ったらないって。うん、ティナはもうプレイヤーやんないの。でもお気づき。絶対なく、この先もクエスト集たっぷりのクエストを用意してるからね。ふん。全人ぶってると怪しにすんぞ。俺の骨、俺の大弱い骨が。お前をバラして骨を抜いてポンチョみたいに皮を食ってやる。まだいけるぞ。遠慮せずに来い。仲間になれ。うん、しゃあ、肉の塊に洗ってやるからな。俺の体は…玉座の間は朽ちかけていました。古めかしい玉座には波浪家の松代が埃だらけの魔術書を手に腰掛けています。決して来ることのない運命の日を待ちながら。なんて恐ろしい。最高だ、魔術書をいただこう。
誇り高き魔法の使い手となろう。魔術書を装備するとそこに書かれたフロスト魔法が使えるようになりました。氷魔法はアンデッドによく効くよ。レイクから身を守ってる脂肪たっぷりの肉がないから。さてどうやって地下墓地に入る。どっかその辺に入り口がありそうなもんだけどな。隠されてる、隠されてるのだ。できることとできないことがある。玉座の間の床板は腐ってもろくなっているようです。魔法が戻った。地下墓地の風が吹き抜ける中、あなたは城の地下を駆け抜けていきます。そこに漂うのは古い石とさらに古い秘密の香り。王女でいるのなんてクソ、召使いもクソ、表現そんなの唾を吐いてやるわ。そう、今吐いてやったわよ。それほどクソだってこと。私の家族は6代にもわたってこのバカみたいな予言にしがみついてきた。巨悪が蘇りし時に備え、ハロー家は代々この土地を守るべし。問題はこの土地がクソだってことよ。もう出てってやる。この最後の食事を済ませたら都に引っ越すわ。うん、今日の料理はまあまあいけるわね。誰か毒味係を呼んで。あいつもクソだわ。突然地響きと大きな笑い声が辺りに響き渡りました。うわっは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 。悪の力のまやかしか。そのようなものを恐れる俺ではないぞ。ついに見つけたぞ、地下墓地の中にあの方の墓が。隠し場所としては完璧だ。闇の主君よ、今参ります。死ぬけめ。お前も死ぬけめ。死ぬぞ。行くぞ、栄光を目指して。頭をまくかっこに出しはしない。これは死者の人生を待ちました。俺の体は科学のために寄付するぜ。お前をバラして。ごめん。道しるべが光ります。石の魔力を胸の中に、心に、魂に感じます。石があなたに問いかけます。お前は何者だ。俺はフェイトメーカーだ。その答えは正しかったようです。ドラゴンロードの墓へ通じる重厚な扉が崩れてゆきます。蘇生の儀式が始まったのだ。
に負けるな。あるのはドラゴンロードに忠誠を誓うアンデッド兵、その名もリーブラ。ダイソー振りたい。リーブラの前に震えろ。誰が震えるか。いや、本当はガクブルだ。いいとこ見せて、新米ちゃん。外しはしない。最後の最後まで感銘を受ける戦いだった。メーカーが最初のクエストでいきなり悪の親玉を倒せるわけなかろう。とはいえ前回送り込まれたものより強いようだな。ふん、これはひょっとして、ひょっとするかもしれない。また会おう、フェイトメーカー。我はきらめく古き友の顔を拝みに行かねばならん。ではそう遠くないどこかで。嘘、逃げたの？早く探さないと。ボス戦の戦利品もらってない。フェイトメーカーはここに旅立つ。多くの冒険者がそうであるように、ドラゴンと魔法に心を躍らせ、この旅が終わるとき、それは全ての悪が滅ぶときである。あなたの努力も虚しく、ドラゴンロードは逃げてしまいました。待てよ、今あいつなんて言った？きらめく古き友。分かったぞ、あいつチープスタリオン女王のところへ行くつもりだ。
ドラゴンロードの剣をスタリオン女王に警告するため、ワンダーランズの果てにあるブライト夫婦の都を目指します。I built you guys this big overlook on the table. Just move your miniature wherever you want to go on it. Nice detailing on the landscape. Feels like there's a whole world just waiting for us to kill and loot it. That's right. Welcome to my Wonderland! この道は使えない。背の高い草の中を突っ切っていくしかなさそうです。かけてやろう。強烈な一撃だった。
私の話を聞いていて。オーバーワールドのあちこちにショートカットを仕込んどいたよ。パンチするだけで OK。できる場所の奥にはお宝やダンジョンが隠されてるよ。なあ、もうこういうの最高。みんなが来てくれてよかった。こうやって仲良くゲームとかしてさ、今までずっとこの洞窟で一人だったから、他はウサちゃんたちとハーショマローシリアルの山だけ。てな、寂しかったんだな。寂しいのはそっちでしょ。私には友達がたくさんいるんだから。見てよ、このいい感じのウサちゃんたち。この子はデミトリ・ホッポトポロスでしょ。あとは遠くから遊びに来た彼のいとこたちです。なんかチクタク言ってるけど気づいちゃった。実はこの子たち爆弾なの。そうか、はじめましてデミトリ。見て見て、橋だよ。殴ってひっくり返したら渡れるんじゃない。すごい。なんだ、誰だ、あんた。まさか俺の後ろに立ってるのか。なあ、手早く稼ぎたいだろう。この隙も傷もない俺の背の後ろにある神殿は忘れ去られた古い神様のもんだ。神殿のかけらを集めて復元すれば褒美をもらえるはずだぞ。きっと金貨だな。かけらは一つ見つけてある。もう一つの場所も分かってるから、あんたが取ってきてくれ。で、褒美は山分けだ。俺はここでその無防備で刺しやすそうな背中を見守っててやるからさ。もし真正面から襲いかかってくるバカがいたらビンタしてやれ。手のひらでこうぶっ刺すみたいにな。世の中いつどこで背中を刺されるかわからない。犯人は大抵意外なやつだ。とにかく気を抜くな。ま、今回は俺がちゃんと背中を見てやってるから大丈夫だ。
何であるかはすでに7から8割方予想がついている。さあ行くぞ。あれは敵か味方か、剣を抜くべきか抜かざるべきか、それが問題だ。やあお客人、はるばるこんなところまで来てくれたんだ。もう少し近づいても損はないだろう。はあ、この距離の2倍の大きさの森もひとっ飛びしたことがある。意味もなくな。わかるよ、君はブライト夫婦の遥か彼方から来た熟練の旅人。旅の果てに創造の国へとたどり着いたんだ。さあイメージしてごらん、私のような人物は何を語ると思う。ああ、オーラが輝いている。最上級のオーラだ。しかし君の頭の上には大きな雲がかかっているようだ。雲だと？間違いない、悪しき前触れだ。敵ならば我が手で仕留めてくれよ。その雲の名は疑念だよ。君は私に運命を読む力があるか疑っているね。自ら運命を切り開く者は運命の気まぐれにとらわれはしない。では一つ君の運命を伝えよう。きっと気に入るぞ。君の未来には素晴らしいパートナーが見える。君がその運命を望むならな。むやみやたらと関係を築くなど勇者にあってはならないことだ。幸運の限界を決めるのは己の想像力のみ。あるいは預金残高、あるいは迷える魂たちの夢を葬り去る覚悟。だが見返りは大きいぞ。鏡を覗き、見えるものにイエスというだけでいい。君は自らの意志でここまで来た。もう少し進んでみても損はないだろう。